はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、イエガーマイスターですね。以前から飲みたかったと言ってました。はい、こちら、例の、人妻に買ってもらいまして、はい。ですね。値段が1700円。容量が 700ml で、アルコール度数が35度。エキス分が 15.7 度となってます。うん。ね。まあ、緑色のね、瓶。これ、冷凍庫に入れ、一日入れといたやつを、まあ、ロックでいただきたいと思います。それでは。よいしょ。甘いのかな？あ。あれっぽい。陽明酒っぽい。っていうか、電気ブランっぽい。すごい。色はこんな感じの。ちょっと茶色っぽい。ね。いただきます。乾杯。うわっ。すごいなんか、ものすごい陽明酒っぽい。ものすごい。イエガーマイスター。うん。甘い。とにかく甘い。まず、第一。イエガーマイスターとは、ドイツ産のリキュール銘柄である。アニスや乾燥など、実に56種類ものハーブが使われている。と、なってます。ものすごい、甘いのと、臭いっていうか、電気ブランの味の濃いバージョンみたいな感じですね。欧米では有名なパーティードリンクと。実は海外では大人気のお酒。欧米を中心にパーティードリンクとして長らく親しまれており、リキュール類では2012年に世界第1位の売り上げを誇っているブランドです。すごいね。すげえな。というか、欧米人の、いい意味で、なんか、あれの香りがする。なんだっけ、脇がの人の香りがする。脇がの人の、が、なんか、あれ、ほら、香水使ったことによって変な匂いになってるパターンの香りがする。うん、ということです。となってますが、結構、どぎついですね。ヨーロッパではイエガーマイスターのボトルごと冷やして、それをストレートに飲むのが一般的な飲み方であると。イエガーマイスターとオレンジジュースでイエガーオレンジというカクテルもあるっぽいです。そしてイエガーと、トニックウォーターでイエガートニック。そしてイエガーマイスター、これが結構重要で。イエガーマイスタープラスレッドブル。タンブラーにレッドブルを適量注ぎ、イエガーマイスターを入れたショットグラスをタンブラーに投下する。まあ、いわゆる爆弾酒の、ね、バージョンですかね。甘い。かなり甘い。ですね。まあでも、
美味しい。かな。でもちょっとどぎつすぎてちょっと、これストレートはきついわ。うん。うん。カクテルの材料。さっき言った。あ、イエガーマイスタープラスビーフィータージン。で、シルバーストリークと。なるっぽいですね。うん。どぎついな。ちょっとやっぱり、アブさんっぽい香りもして、なんか知らんけど、カレーっぽい香りもしますね。カレーのスパイスっぽい香りもしますね。なんか。まあ、簡単に言えば、やっぱり、ね、電気ブランの濃いバージョン、じゃあ濃いバージョン、ではあるかな。そういう、部類。だとは思います。けど、うん、まあ。うん。うん。これは多分、確かにアメリカで人気そうだな。うん。イエガーオレンジ飲みたいね。イエガーオレンジ。楽天でもまあ、売ってますけど、やっぱ1700円ぐらいしますね。送料込んで。うん。オレンジジュース俺あったな。イエガーマイスターオレンジ。イエガーオレンジでも作りましょうか。作り方。氷を入れたロックグラスにオレンジジュースを注ぎ、上からイエガーマイスターを静かに振ろうとする。はぁ、あ。これは。すっげえな。なんか、イエガーマイスターを40ショット一気に飲むっていう、ね、動画がありますけど。放置ゲーム。気違いじゃないのか、これ。もう一杯でも厳しいんだけど、個人的に。一気にバッて一気飲みするのは一杯でも厳しい。なんか恐ろしいぞ、これ。ワンショットっていうと、30cc。鬼畜すぎる。鬼畜すぎる。こんな飲み屋通るんかい。さ、ちょっと待って、30×3412で 1200ml とか 1.2 リットル。1.2 リットル飲んだの、こいつ。気違いじゃない。だいたい水でも 1.2 リットルなんて一気に飲めんぞ。もったいない飲み方するね、この人も。そして吐く。飲んだっていうのか、これは。これ飲んだって言うんでしょうか。これ飲んだと言うんでしょうか。ちょっとわかんないけど。まあいいか。うん。あ、なんかね、健康酒っていうサイトなのかな。
に、イエガーマイスターが載ってますね。その他にも、まあ、ペルノとか、陽明酒、他にはまあいろいろありますけど、コーヒー酒、ニンニク酒、梅酒、ウコン酒、アンゴストラビターズ、とか、ありますよ。アンゴストラビターズちょっと欲しいんだけど、売ってないんだよね。あと、ウンダーベルク。ウンダーベルクか。これも若干欲しいですね。ウンダーベルグっていう小瓶のやつなんですけど。で、ペルノは、いわゆるアブさんの代用品のお酒です。ので、多分俺は買わないでしょう。うん。イエーガーマイスター。ウコン酒か。あ、梅酒とかもいいですね。35年もの700円だって。かぁ、なにこれ、このサイトわからんけど。健康酒。イエガーマイスターでググったら、何個か目に出たサイト、健康酒っていう、健康酒っていうサイトで。シングル一杯450円、35年ものが700円って書いてありますよ。すげえな。梅酒35年ものが700円で買えるってすごいな。ここどこ、何が？これ何なの？グレロ。あ、ん？ちょっと待って。ここ、外国かこれ。違う、集英社の近くだ。地下鉄出口から3、4分だって。集英社の近く、東京だ。東京、東京都千代田区、神田、なんちゃらかんちゃらって書いてありますけど。はぁ、ここ行けば買えるのかな。ひぃ、35年ものが700円で買えるってすっげえぞ。超俺行きたい。関係ないけど。超行きたいけど。Welcome to Grelo。Grelo?グレローのお客様。これなんかあれですかね。健康系の、その、なんか、そういう系の、お店？健康酒とか、が飲めるとこなの？これあんまりわかんない。医学系の、なんか、店っぽいですよ。よくわかんないけど。なんだよ、これ。怪しさ満点だぞ。健康酒。健康酒。ちなみに、イエガーマイスターがここだとシングル一杯に450円。って書いてありますね。いいね。いや、この梅酒の35年ものは超飲みてえな。きちくすぎる。ニンニク酒とかもありますよ。コーヒー酒。金柑酒。はぁ、あ。陽明酒来た。ついに出ました。日本が誇る健康。陽明酒ってこれいくらすんの ?2000 円ぐらいするんかなこれな。昔飲んだことあるけど。これいくらすんのこれ。
すっげえ陽明酒のに、あの味に、これ似てますけどね。確かに。イエガーマイスター。2000円ぐらいする。1リットルで2000円する。高っ。これは買わんわ。これは買わんわ、さすがに。これはさすがに買わん。ね、ということで、イエガーマイスターでした。ちょっとやっぱ色こう、あれかな。こうした方がいいか、やっぱ。イエガーマイスター。ちょっと飲みづらい。個人的には、電気ブランの方が美味しいかな。ただ、てかね、今更ですけど、電気ブラン、30度のやつと40度のやつあるんですけど、個人的に、最初、俺飲んだ時、30度のやつの方がうまいと言いましたが、あれは、何かの間違いです。後々飲んだところ、明らかに、電気ブランの30度のやつは、甘い。とにかく甘い。ので、もうなんか、あんま美味しくないです。三つ星ぐらいに下げたいです。個人的に。やっぱ40度のオールドがうまいですね。電気ブランは。誰かこれ、気づいた人直してあげて。直せねえか。あとで直しとこう。うまくない。はっきり言って。はっきり言って、オールドはうまくないわ。なんで？なんで今オールドはうまくないわって言った？違う違う違う。オールドは美味しいんです。この3、40度のやつはね。だけど、30度のやつはうまくない。でも確かにイエガーマイスターよりは飲みやすい。電気ブランは。まあ別に俺は健康に気を使ってるから、こういうイエガーマイスターとかを買ってるんでは決してありません。ね。そもそも健康に気を使うんだったら、こんなもの飲まない。陽明酒ばっか飲んでる。別に、うまいから飲んでるだけで。まあ、うまいっていうか、うまそうだから、このイエガーマイスターも買ったわけで。まあ、俺買ってもらったんです。ね。人妻に買ってもらったんですが。やっぱね、このアルコール度数のこのドカッとくる感じの40度が一番うまいね。まあいいや。とりあえずイエガーマイスターですけど、個人的に電気ブランの30度のやつとかは美味しいです。ただし、結構癖が強いので、電気ブランよかは、かなり飲みづらいので、まあ、多分、あまり、おすすめできる酒ではないですけど、これだったらやっぱ電気ブランのオールドの方が、美味しいけど、まあ、これ四つ星だな。安定の。イエガーマイスターちゃんは。いや、でも美味しいですよ。確かに。555で4です。コクも半端ない。甘みも半端ない。まあ、半端ない。まあ、甘み半端ない。まあ、半端ないといえば半端ないんですけど、まあ、半端ないでいいか。香りも半端ない。まあ、おすすめ四つ星。まあ、万人受けはしないでしょう。ただし、まあ、あ、俺これ、13か、これ。
ね、まあこれは万人受けしないでしょ。ですが、まあ飲んでもらいたいっていうのもらいたいですけど、まあ、若干高いので、これをまず買う前に、電気ブランのオールドを買うべきです。うん。これ買って、あ、これ系だな、とか。これ系な酒なんで、これ系の酒が苦手な人間はあんまり、これがどぎつい。電気ブランがどぎついんで。うん。飲まん方がいいでしょう。まあでも、個人的には確かに、アブさんの味もしますけど、アブさんではないので、アブさんはさらにどぎついんで、まずいです。うん。うまい部類で言うとこれが限界かな。イエガーマイスターがね。もうこれ以上どぎつくなっちゃうと、もうマジで、もう、評価的な意味で、まずい。個人的にね。アブさんはまずいんで。うん。確かに同僚が言ってた通り、美味しいアブさんですね。これは。うん。うん。美味しいアブさん。もう結局ね、アブさんのね、もう、キレがね、あんまりない。うん。アブさんほどこう、口をこう、鼻の、喉のこう、ジャーンと、なんか、カメハメハで打たれたような、そういう何かはないので、アブさんに比べると非常にマイルド。うん。ですが、あくまでも対象がアブさんなので、普通の酒からするともう完全に、もうマイルドとかいうレベルではない。うん。まあ、次回は、イエガーオレンジをいただきたいと思います。お疲れ様でした。